聞こえてますかね。大丈夫ですか。聞こえてんのかな。よし。はい、皆さんこんにちは。聞こえているでしょうか。聞こえてるのかな。見えてるのかな。聞こえてますか。大丈夫ですか。聞こえてるよね、きっとね。はい。今日は自然豊かな背景でやっていますけど、あ、聞こえてる。はい、ありがとうございます。今日ホールから配信です。場所はちょっと言いませんけれども、とあるホールから配信をしています。だいたい客席200入らないくらいのホールですね。で、今日ゲストを呼んでいるので、途中その作曲家の方なんですけど、ちょっとお話を入れながらいきたいと思います。今の曲はこれまでの配信でなんか好評だったといいますか、西村由紀江さんの「オルゴールを聴きながら」という曲でした。ちょっと始めるのが遅くなってしまったので、後ろのことを考えて、実は今日2回目の配信もありますから、ちょっと後ろを考えていきたいと思います。ではこれめくれるかな。じゃあもう一曲、いきましょう。同じ西村由紀江さんからです。今度は孤独姫という曲ですね。ちょっと簡単な曲なんですけど、この楽譜は僕が小学生の頃に買ったやつなので、小学生でも弾けるようなものです。それ以降ほとんど弾いてないんで、ある意味中学生とかぶりでしょうけども、ちょっと弾いてみたいと思います。
でしたでしょうか。すごく静かで、まあ、静か、まあ、強いところもあるんですけどね、綺麗な曲だったかと思います。今日なんか音質違いますか？あの多分部屋でやってる時とは全然違うと思うんですけど、まあ、この感じで進めていきたいと思います。まだ時間大丈夫かな。もう一曲だけ弾いて、作曲家の方に登場していただきましょう。これにしよう。またチャットの方をいただければ全部コメントというか、あの反応しますので、はい、お願いします。次です。また同じ作曲家の方ですが、実はこの楽譜ちょっと前に買って、まあ弾けるかなと思ってコピーだけしてきました。今度は、希望という曲です。はい、では弾いてみたいと思います。
望という曲でした、この曲なんだっけ、あ、楽譜か、楽譜の方、実はこれあの楽譜のタイトル、全体のタイトルがあのビオトープってあの自然のあれですよね、あのタイトルがついてて、まさにこの背景というか風景にふさわしいかなと思って、弾きました。さあでは、さっきから触れている、作曲家の方って誰だよって話ですけども、登場していただきたいと思います、今日その方の曲も弾くので、なかなか作曲家と演奏家がこう揃うっていうのはなかなかないことなので、もし見てる方で、質問とか気になることとかあればこちらで拾っていきます。ぜひ、あんまりない機会ですから、ぜひ、どしどしと書き込んでください。はい、ではお願いいたします。聞こえてますよね、大丈夫ですよね、聞こえてますね。よし、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします作曲家の大曽根博則さんです。よろしくお願いします。ではこちらで、あ、そうか、座っていい、座ってください。はい、よいしょ、ちょっとあれですか、あ、でもソーシャルディスタンスをとって今こんな感じです、ね、このぐらい、あ、そこも限界ぐらいです、ね、そうですね、はい、はい、じゃあ僕もこっち行こうかな、よいしょ、はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日なんかあの曲を提供じゃないですけど楽譜いただいたんですけど、はい、何の曲ですかね、これは。今日本、NHK でやっている番組で日本の里山という番組があるんですけれども、その番組で、あの、その番組の音楽を担当させてもらってまして、でその、サントラの中から、ピアノ曲のちょっと商品を1曲、また明日というタイトルの曲なんですけれども、はい、あの皆さん知ってますかね、日本の里山でしたっけ、あの、まあ、簡単に言うと NHK の曲を作ってらっしゃる方なんで、もうとんでもない方なんですけども、すみません、ありがとうございます。そんなことはありません。普段あれですよね、顔出ないですよね。そうですね。作曲家の方ってあの、うん、曲だけ出てくる。そうです。出てくるのは曲だけで、僕自身は出てくることはほぼないので、もう演奏家とは全然違う仕事ですよね。そうですね。全然慣れない感じで、この感じが向こう側にいる人間なんですけど。あ、確かにそうですよね。まあそんなことで今日は後からこのまた明日という曲弾いていこうと思うんですけど。これメインテーマではないですよね。あ、そうですね、番組のテーマ曲ではないんですけれども、まあ、あのちょっと個人的にはだいぶこう好きな、自分では気に入ってる曲ですね。あ、あれが出てこない、どんな曲でしたっけ最初のやつ。あ、ちょっと待って、あのメインテーマが今出てこなくなっちゃって。あ、それどしどみ、あ、あ、調が違ったかなこれなんですよ。ギスですか。ギス。ギス。ギス。あ、あ、覚えてない。まあ、そうです。まあ、そんな感じのやつで、あの、僕は初めて大曽根さんとお会いしたときに。知ってたんですよ、その曲聴いてて。そうだったんですね。あ、今それはすごい初耳なんです実は言ったことがなかったっていう知っていて、で、あの、なんか最初にお会いした頃になんかその曲を CD かなんかしたっけ、はい、はみたいな感じになって。そうだったんですね実はそうだったんです今この場で初めて知りました多分なんか朝やってたじゃないですか、それって結構。そうですね、あの前は去年までだったかな、毎日月曜から土曜までの朝7時からっていう番組だったんですけど、そうですね、去年の4月からちょっとそれまでは BS だけだったのが、はいはいはい、地上波とか BS とかいろんなところにこう、あの、分散して、結構時間帯が変な夜中とか明け方とかにも
日曜の午後とかにもやってるんですけどね。あ、じゃあもうバラバラになったってことですか？そうですね、番組のホームページっていうのがあって、日本の里山で NHK とかって言って検索してもらうと多分出てくるんですけど、うん、そこには放送予定とかあるので、あ、よかったらそれでちょっと見ていただけたらなと、はい、ぜひ NHK のホームページで日本の里山ですね。で、多分僕は結構長い番組ですよね。そうですね、2012年の春ぐらいから始まっていて、じゃあ大学生だったんで僕はそうですか朝なんかテレビでこう流してたら来たのかもしれないですね、もしかしたら。それで聞いてて、あ、これ親も知ってました。あ、そうですいや、たまにやっぱりこう番組言うと、あ、知ってるとか見てるとかって言ってくださる方いて嬉しいんですけど、まあそんな番組からですね、聞きたいと思いますけども、見てくださってる方、なんか質問とかありますか？せっかくなんで。せっかく、なかなかこういうことないですよね。そうですよね。いや、僕無茶ぶりを言って今日お願いしちゃったんですけど、何かあれば、何でもいいですよ、あれば書いてください、チャットの方に。じゃあその間に、まあ、来たら随時反応するとして、この曲なんかこう、また明日っていうタイトルですけど、なんかこう、なんていうんですか、込めた思いとか、なんか作曲のあるとかありますか？そうですね、まあ、タイトルがまた明日っていうタイトルなんですけど、本当に子どもの頃 の、 こう記憶というか、うん、まあ、僕の中では子どもの時外で遊んでて、もう夕方になっちゃって、そろそろご飯だよって呼ばれて帰らなくちゃいけない、そんな時 の、 ものなんですけれども、だからこう全体のイメージとしては、こう夕焼けの中をこう子供が帰っていくっていう、でだん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 こう夕焼けからこう日が落ちて空の色が変わって、最後はこう藍色の空に一番星が見えるっていうような情景で終わっていくんですけど、まあそんなところでこう本当にこう最初の途中かな、途中のあたりはこう真っ赤に、そうですね、夕焼けで、うん、そうですね、ちょっと言葉が赤く染められた中でって書いてありますね、シーンみたいにしてこう言葉を少し楽譜の中に書いてるんですけど、その本当にもう全部がこう真っ赤に照らされてるような中をこう歩いて帰ってくっていう、まあ、そういうちょっと子どもの頃の記憶だったりとかっていうのが、まあ、多分おそらくそうい う、 こう経験されてる方って、ね、子ども時代の記憶として持ってる方多いかなと思うんです。なんかそういうのをこう思い出しながら聞いていただけたらいいかなと思ってるんですけど、これは番組の中では使われてはいないですか？使われていることもありますね。なんか情景によって変えるってことですかね、多分番組。そうですね、そこをどう使うかはもうお任せの。そうなんですよこちらはそこまではいろんな曲をこう提供しておいて、はいはいはい、あとは好きなように使っていただく、そんな感じです、ね、なんかテレビのその業界というか、そういう構造っていうんですかね、知らなかったんで、あ、そういう感じなんですね。そうですね。なるほど。っていうか質問ないんですけど、いいですよ別に全然。いや、僕一つ気になってることがあって、あ、はい、オーケストラの曲も書かれるじゃないですか。はい、で今回ピアノ、まあ、僕が弾けるようにピアノの曲をいただいたんですけど、どうやって作曲するんですか？オーケストラの方があれですか？ピアノをまずやって考えてなのか。いきなりスコアっていうか大きいの考えちゃうのか。どんな編成でも大体そうなんですけど、はいはい、まず最初完成形っていうと、そんなになんかこう完璧にこう出来上がったわけじゃないんですけど、例えばオーケストラで作るときはオーケストラの音で曲を想像して考えていって、でもうまだ断片的だったり漠然としてる感じなんですけど、すごく。でそれをこうちょっとずつ音符にまとめていって、ああこうじゃないとかってまたちょっと直してみたりとか。だからオーケストラ作るときは最初からオーケストラの音として考えて、ピアノ曲作るときは最初からピアノ曲としてピアノの音色で考えてっていう感じですね。いや、それがすごく、まあ企業秘密なのかもしれないですけど、いやいやいや、そんな話してもらってないなんかそれが個人的には気になっていたので、多分自分だったらまずピアノで作っちゃって、頭の中で、頭弾きながらかもしれないですけど、でそこからこう楽器を多分割り振っていくので、
多分それ僕がピアニストだからですよね。そうですね、きっとピアノ弾ける人はまずピアノでこうベースを全部作ってからそれをこう広げていくっていう感じだと思うんですよね。なるほど。じゃあどうしましょう、一回聴いていただけますか。あ、そうですね、じゃあまた終わってからの上がってきていただきたいと思いますので、はい、では1曲、また明日、はいはい、あの子供の頃のあれですね、思い出というか、はい、そんなのちょっと思い浮かべながら聞いていただけたら、はい、はい、ありがとうございます。あの演奏中でも何かあったらあのチャット送ってください、答えます。あ、ちょっと今1個来たけど後で答えますね、弾いてから答えますね。あのほぼ初見なんですいません、あの間違えたら先に謝っておきます。もう作曲家の前で弾くって怖いんですよ。本当に怖いんですよ。数日前です。2日前とかだったので。いやでも大丈夫です。弾きます弾きます。はい、ではまた明日という曲ですね。お楽しみください。
怖い怖い怖い。すいません、途中ちょっと変な音弾いて弾き直しちゃいました。ありがとうございます、素晴らしい演奏。ちょっとあのうるっと聞きました。いやいやいや、そんなことはないです。僕もなんかあの背景とかその思いっていうんですか、聞いたので、あ、ここやっぱこうなんだ。特に僕は一番最後好きでしたね。あ、ファーソーソードファっていうのがもうはぁーっていう感じの。さて、一個質問が来ています。大曽根さんは島田が好きですかっていう。あの、まあ、解説すると前、僕がやってるオーケストラで、島田市、僕の地元ですけど、そこで、演奏会をした際に大曽根さんに曲をお願いして作っていただいたんですよね、はい、でそれを多分聞きに来てくださった方だと思うんですね。島田って分かってるんで。あの、3年前ですかね、2018年とかだと思うんですけど、多分そうですか、ね、あの島田にいらしたことを知ってる方なんで。あのホールにないと分かんないんで。確かに。あの島田氏伺ったのは本当にその1回ですね。その後はまたちょっと機会がなくて、はいはいはい、でもあの日一日ちょっと伺っただけでもすごい、こうあの茶畑、はいはいはい、お茶なんですよね。そうですそうです。あのこうすごい、なんですかね、こうずっとあの茶畑が広がっていく、こう広々した風景と、あのなんかあとちょっとなんていうんですかね、こう空気感というか、そういうのがすごくこうあの大らかな感じがしていて、あのすごくこう居心地のいい場所だなっていう印象を受けました。あのちょっとこうホールまでの間、こう街中という駅から歩いて行く中とかでも、あの割と街がすごくこう広々して、そんなイメージだったんですけど。そうですね、うん、まあ田舎なんで。田舎なんであれですけど、確かに僕がそこでもうずっと今も住んでるので、もう29年ですか、ずっといるんですけど、やっぱりこうもちろんこっち東京とか出てきて大学で4年間通ったりとかしてて、すごくこう都会のなんて言うんでしょう、まあ、洗練というかそういうのも感じながらも、やっぱり地元に帰った時のがほっとするので、あやっぱ空が広いって、今もあれですけど、自然豊かとか空が多いって、青いじゃないや、広いっていいよなっていうのは思いますよね。そうですね、確かになんかこうやっぱり緑が見えるとか、こうやっぱり都会にいるとこうビルの直線ばっかりの中で囲まれてる。そうですね、やっぱりそれがこういうふうにこうね、自然の、うんうん、あの中に囲まれてるっていうのはやっぱりいいですよね。まあ、今日もここ本当は閉じてたんですけど、あの開けようって言ってやってるんですよね。さあ、で今日なんでここに大曽根さんがいるかっていうことなんですけど、まあ、今日実はオーディションをしていて、今合間で急遽やって、まだまだあのこの後も続くんですけども、その関係でいらっしゃると。あのこのためにわざわざ来ていただくなんて、そんなことはできないですから。いやいやいや、このためだけになって無理。俺も行きますよ。いやいやいや。なんでまあ今日偶然、まあ、時間がちょっと空いてるってことで撮っていますけども、その公演僕も関わっていて、あのちょっとまあコンサートのご紹介だけしましょう。今日のオーディション通った方まだ分かんないですけども、とともにやるところもあり、あと大曽根さんの生徒さんですか。そうですね、僕が、教えている専門学校で作曲を教えているんですけど、そこの、学生さんが書いたオーケストラの曲、うんうんうん、もう僕もあの1曲ちょっと出させてもらうんですけども、それをこう新曲発表ということで披露するのと、そのオーディションで通過された、人のソリストが、オーケストラとコンチェルトを共演するというコンサートですね、はい、そうですね、あの今度5回目ですか。そうですね、今度で5回目になります。いや実は僕も1回目から関わって、はい、ご一緒させていただいて、いろいろ曲を、いやいやいや、あの僕はあの四季で、ね、あの関わってるんですけど、
毎回すごいですね、個性が全然違う。そうですね、ある時はなんか大河ドラマみたいな大河ドラマがあったりとかあと何でしょうね、なんかあのゲーム音楽みたいなのもあったり、 ありました、はいはいはい、本当に幅広いですね、バリエーション豊かで、今回はでも特にちょっとそういう意味ではいつにも増して曲のバリエーションはもっとあんまり中身言っちゃうとお楽しみにしといた方がいい。そうですね、お楽しみ、まあ、ただクラシック系だけじゃないですよね。そうですね、それは言っても大丈夫かな、うん、あのちょっとジャズっぽい感じの曲もあったり、はい、あそうですね、作曲じゃなくて、まあ作曲、うん、作曲したものを歌物の曲のオケアレンジみたいな。あ、編曲ってことですか。そうですね、いや初めてですね、ジャズとその編曲ですね。ちょっとこの企画でも初めてなんで、はい、まあ、そんなコンサートがあるのでぜひ、お越しください。ちょっと日時の方いつだっけ、8月22日、ね、8月22日、はい、指揮者ダメですね、覚えてないって。あの池袋の、豊島区民センターの多目的ホール、新しいとこですね。あのそうです、まだ2年ぐらいかな、うん、できて、はい、あの僕が大学の頃にはなくて気づいたらあったみたいな建物です、それ。あ留学して帰ってきて戻ったんですけど通らなかったんで、あ何これみたいな。そっかそっか、なるほど。新しい風のコンサートですか。そうです、今コメントが来ました。あそうです、ご存知の方がいらっしゃいます、はい、あの新しい風コンサートというシリーズで、やってます。今度は5回目なのでシャープ5と書いてあります、はいはい、もう5年超ですよ ね、 すね、ちょっと今回延期とかもあったので。あそうですね、本当は春にやる予定だったんですけど。そうですよね、いつも春で、はい、そんな感じで今日オーディションでの流れでライブ配信に参加をしていただきました。まあ、また続けてきますよね、それ。あのそうですね、新しい風って、はい、一応5年でまあ大きく、まあ、やっと一区切りって言っちゃいけない、大きなこうなんて言うんでしょう、継続っていう意味ではいい区切りかと思うんですけど、うん、またオーディションやりますか。そうですね、オーディションも。オーディションもオーディションもやりますね。あの11月ですか。11月まだちょっと会場がちゃんと取れてないので、はいはい、これからなんですけど、うん、あの、まあ、年内にやるんですよね、きっと。そうですね。で、まあ、そのオーディションの方っていうのは、あのオーケストラと一緒にコンチェルトを演奏するって、まあ、いわゆるこう名前の通った有名な、ね、演奏家とかじゃないとなかなかこう機会が、はいはい、そうです、あのないと思うんですけど、でもその機会はなくても演奏する力を持ってる人っていっぱいいると思うんですよね、はい、だからそういう人たちにこうオーケストラと共演する場をこう提供することができたらなっていうのが、うん、あのやっぱりあるので、ぜひ、ね、あの挑戦していただけたらなと思いますね。あのもう言っていいか分からないですけど、これこの企画ってはっきり言って赤字企画ですよね。どう考えても赤字ですよ。真っ赤っかですね。まあそれくらいそのまあ次世代育成というかそういうことにあの重点を置いているというか、まあそんな企画ですので、ぜひご参加ください。あれですか、新しい風オーディションとかってやったら多分ホームページとか出てきますよね、きっと。あそうですね、ホームページはあるんですけれども、検索でどういうふうにやって出てくるんだ、ちょっとごめんなさい。あとで Facebook もありますよ。ありますよ、ね、Facebook と Twitter と、あと Twitter かありますので、気になる方はぜひ、チェックをされてください、もう質問大丈夫ですか。そろそろ終わっちゃいますよ。いいですか。いいんですかね。もう1年くらいないですよ、多分。あ1年後にある。あ次のオーディションとかもやりますか。あやりますか。大丈夫かな、いいですか。いいですかね。まあいいかな、はい、はい、ではあの、まあ、僕この後また別のなんて言うんでしょう、別のページでライブ配信もう一個やるので、ちょっと早めに終わらないと6時から始め休憩したいっていう。なのでじゃあこのまま終わりにしたいと思いますけれども、はい、はい、では新しい風のコンサート8月22日、はい、池袋、はい、豊島区民センターですね、はい、多目的ホール、はい、そちらで今日のオーディション通過者、まあ、いずれ発表になりますけども、そちらとあと新曲の
演奏があります。大曽根さんも1曲作ってくださるということで、あのクオリティを保証しますからぜひ来てください。あの、まあ、チケットとかもいろいろ入手方法は書いてあると思うので、インターネットとかですねチェックをしていただければと思います。はい、では、はい、終わりにしたいと思いますけれども、はい、すいません、ありがとうございます。慣れないことをお願いしてしまったありがとうございました。では、配信の方はまた6時からですね、別のところでやりたいと思います。そちらもぜひご覧ください。では、ありがとうございました。ありがとうございました。